東武湯の丸サービスエリアは、長野県東美市の上新越自動車道上にある、サービスエリアである。東武湯の丸インターチェンジ、東武湯の丸バスストップが併設されている。インターチェンジとサービスエリアが併設されており、一般道から東武湯の丸インターチェンジへ乗り入れた際に、藤岡方面へ流入した場合に限り、東 SA へ立ち寄ることができる。ただし、上越方面へ流入した場合、 SA へ立ち寄ることはできない。インフォメーションファックスサービスは廃止された。下り施設2021年7月31日より、下り線の施設運営者が選挙区観光から沖の屋に変更された。東武湯の丸バスストップ東武湯の丸バスストップは、長野県東美市の上新越自動車道東武湯の丸サービスエリア内に併設されている高速バス、停留所である。 金傍に JR バス関東小室支店があることから、東京と金沢を結ぶ、金沢エクスプレス号、ドリーム、金沢号、グランドリーム、金沢号、青春ドリーム、金沢号が、当バス停で JR バス関東と西日本 JR バスの乗務員が交代するが客扱いは行わない。2017年1月、展望版に、つばくろから大天井の両線を、 穂高連邦とするご表示が20年間も放置されていることが分かった。道路と施設を管理する東日本高速道路も誤りを認め、近くこの展望板を撤去する方針を示した。これまでご機についての苦情や指摘は寄せられていないという、ありがとうございます。